1月18日に、トカチプラザにあるレインボーホールというところで、コンサートをすることが決まりました。ニジコンというあのヒロシが運営している企画で、戦火のライブというふうに検索すれば出てくると思うんですけれども、チラシなども作成していろんなところに配りたいと思っていますので、もしよろしければ、ぜひいらしていただきたいと思います。入場料はなんと無料ですので、はい、ぜひ花束持っていらしてください。というのはね、まず来ていただけるだけでも大変ありがたいので、はい、お待ちしております。1月18日、トカチレインボーホールで午後3時よりコンサートをするんですけれども、